宮カラーです。カイマミのせーのカイマミのーれー、今回もコメント返しの続きしていきたいと思います。急いでいきますね。これは愛車紹介をした回ですね。エアロアボンテの愛車紹介をした回です。あっくんチャンネルさんからいただきました。ありがとうございます。すごい綺麗、キラキラしてる。ありがとう。嬉しいですね。このマイマシンを褒めてもらえるときってめちゃくちゃ嬉しいですよね。とにかく嬉しいんですよ。もうシルマチームさん、ありがとうございます。かえちゃんといえば未だに赤いアバンテのイメージなんですよね。でも愛車って更新されるものですよね。歴代愛車紹介のシリーズ化をお願いします。確かに、あとミニオンコの頭も赤いしね。だし、あの結構赤と青を行き来してます、かえちゃんのエアロアバンテは。確かにそう思ったら今までのエアロアバンテのマイマシンの色味変化をちょっと並べてみたいね。途中ホワイトの時期もあったんですよ。そうなのでしょ。あとメタリック系の時もあったし、あとあの虎柄にしてる時もあった。うわ、確かに歴代でブワーって写真で並べてみたいね。ハナロンさん、ありがとうございます。暗い話題ばかりの世の中だけど、いつも明るい動画の配信ありがとうございます。おお、嬉しい。めっちゃ嬉しいですね。なんかそう言っていただけると、本当に息抜きにね、いや息抜きにちょっとした時に、もうめちゃくちゃ暇っていう時にかえちゃんの動画見てもらえて、少しでも明るい気持ちになってくれたら嬉しいです。めちゃくちゃ暇っていう時にね、めっちゃ暇だっていう時に見てもらえたら嬉しいです。そうじゃなくてもいいんだよ、めっちゃ楽しみに見てますって言ってくれるの一番嬉しいです。ただめっちゃ暇だわっていう時に見てもらえるのも嬉しいです。ガチョウチャンネルさん、ありがとうございます。素晴らしいミニオンクライムですね。参考になります。チャンネル登録いたしました。かえちゃん、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。もうそう言っていただけて嬉しいし、ミニオンクライム、かえちゃんはもうほのぼのと楽しんで、とにかくミニオンが好きな気持ちでやってるので、もうそう言っていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。みんなからのコメント全部見てますんで、本当はもういつもその場で返してんだけど、なかなか動画で返すことができてなかったんで、3ヶ月も経ってたか、また随時ねコメント返しもしていきたいなと思います。まだ最近の動画のところまでいけてないから、ちょっと次回もコメント返しさせてください。よろしき、おねしゅうございます。